ルリンです。今日はパントリンベイゴ主催のパノラマローンチパーティーがレネゲージの宿であるというので来てみました。5時から始まるって言ってて今5時半ぐらいなんですけど、まだ始まりそうで始まらない感じですね。パントリンベイゴは去年選挙があって人事が一掃されています。でその新しい人たちによる、新しいイベントっていうことになるんじゃないかなと思うんですが、私が覚えてる限りではこういうなんかパノラマ、パントリンベイゴが主催してこういうマスコミ向けのイベントをパンヤードでやるっていうのはあんまり聞いたことがないなと思って、今まではあのカーニバル委員会主催であのボクシングデーにあのサバンナの方でカーニバル開始しますみたいなイベントでパンも出たりとかするっていうのはなんか覚えがありますけど、そういうことで、あ、なんか始まりそうな感じ？あれ？始まっったかなと思ったら違う、なんか厨房がえらい火事みたいになってファイヤーファイヤー、マジで？ちょっとあのキッチンぼや騒ぎみたいになってますやばいな、大丈夫か？ちょっとその奥にあるキッチンでめっちゃ臭い。わてるのか分かりませんでした、ごめんなさい。あの国歌が流れると動いちゃダメなんですよね。All powerful and ever loving creator, supporters, our community organizers, welcome to the launch of Panorama 2019. 2019, what do we say? And so ladies and gentlemen,I want to tell you that we have 163 bands participating in Panorama this year. And next, yes, we need a round of applause for that. 163 bands will be participating in Panorama this year. The medium, the single pan category starts next Tuesday. Bego has never played pan before in her life.
Catherine Dudup this evening. Best. Oh, no, sorry, she came best this evening. Pantorin Bego の新しいメンバーで、あのバンドを結成してっていうか、今日練習して今日みんなの前で演奏するそうです。で、パントリンベーゴ のさっきご挨拶したおばちゃんはどこだっけ、ディエゴ・マーティンかどっかのバンドのマネージャーさんなんですけど、パンなんか演奏したことないそうです。まあこのメンバーだからみんなすごい人ばっかりだから、今日結成して今日演奏するので全然大丈夫。もうみんなプレスの人がすごい写真撮ってます。面白すぎ。みんなに見られてる。レネゲイズを紹介するっていうのもすごいレアだと思う。
かお店が繁盛し始めました。 OK, can I take it? Can I take it? OK, thank you! ということで、パントリンベーゴの T シャツを買いました。すげー人いる。さっきあんな全然人いたなかったのに、終わる頃にはもう大盛況、大パーティーになっております。で、今日はカメラもご機嫌よく動いてくれてよかったと思います。これからうわーカマーリーね、イエーイ We have to win ということで、今からケンタッキーを買ってご飯食べてオールスターズの練習に参加したいと思います。以上です。